こんにちは、みーです。今回はこちら、バシラーティのミニチュアレジェンドアールグレイをレビューします。今回はバシラーティでも人気のブック缶シリーズからレジェンドというアールグレイをご紹介します。こちらは以前購入したバシラーティの福袋に入っていた商品になります。気になる方はぜひ福袋の開封動画もご覧になってください。それではまずは恒例のブランド紹介から行っていきます。バシラーティとはセイロンティーの原産国スリランカの紅茶ブランドです。茶摘みからわずか1ヶ月以内という異例の速さでパックされるという鮮度へのこだわりや、熟練の専属テイスターがその時期に最もふさわしい上質な茶葉の実を厳選するといった茶葉へのこだわりなど、高い品質を誇っています。そして何といってもバシラーティといえばおしゃれなデザインのパッケージが魅力。専属デザイナーが手掛ける個性的かつユニークで気品漂うデザインはギフトとしても人気を集めています。缶を回すとメロディーが流れるオルゴール缶やオリエンタルなデザインが印象的な三日月缶など、他にはない特徴的なデザインで思わずパケ買いしたくなるようなものばかり。その中でも特に人気なのがブック缶シリーズです。女性のハートをつかむ世界観を大切にしたデザインで、飲んだ後も飾っておきたくなるような缶ケースは小物入れやインテリアとしても大活躍。もちろん見た目だけではなく中身の紅茶も美味しいので、プレゼントとしてもとっても優秀なんです。今回はそんなブック缶のシリーズからレジェンドというアールグレイのティーバッグをレビューします。それでは開封していきましょう。冒険記のようなデザインでアンティークな感じがあります。凹凸のある質感や色使いがヴィンテージやスチームパンク系のものが好きな方にはたまらないデザインではないでしょうか。サイズは縦12センチ横10センチ程度と、まさにミニチュアサイズ。ちなみに今回ご紹介するのはティーバッグタイプですが、大きな缶に入ったリーフタイプの商品もあります。原材料はご覧の通り。こちらは後ほど中身をお見せします。缶を開けるとまるで洋書を読んでいるかのような細部までこだわったデザインになっています。ティーバッグの入ったパッケージも本の1ページのようなデザインでこだわりを感じますね。ちなみにパッケージは保存にも便利なチャック付きで、湿気などを気にせず密閉保存できます。見た目だけではなく機能性にもこだわった抜け目のなさはさすがです。封を開けた瞬間、ベルガモットのいい香り、柑橘系のジューシーさに加えて花のようなフローラルな香りも漂います。ティーバッグは茶葉がジャンピングしやすいテトラ型で、抽出力の高いナイロンメッシュ素材を使用、機能性も抜群です。茶葉も確認してみましょう。黄色い花びらがマリーゴールド、青い花びらがコーンフラワーです。パイナップルのドライフルーツも入っています。見た目も華やかで、紅茶を入れている時間も優雅に過ごせそうですね。茶葉は上質なセイロンティーを使用し、天然ベルガモットで香り付けされています。さらにリーフにパイナップルをブレンドすることでまろやかな口当たりを実現したとのことですが、どのような味わいになっているのでしょうか。それでは入れてみましょう。まずはティーカップにお湯を入れて温めておきます。こうすることでティーバッグを入れた時にお湯の温度が下がらず、効率よく茶葉の成分を抽出できるので美味しく仕上げることができます。温めるのに使ったお湯は温度が下がってしまっているので捨てましょう。新たにお湯を注いだら、静かにティーバッグを入れ蓋をしてしっかり蒸らします。温度も下がらず香りも逃さないので、ぜひやってみてください。抽出時間は1分半です。時間になったらティーバッグを軽く前後に揺らし、静かに引き上げます。バシラーティミニチュアレジェンドアールグレイ完成です。水色は明るいオレンジ色です。それでは香りを嗅いでみましょう。ベルガモットの香りはしますが、ふわっと広がるような感じではなくて穏やかで控えめな香りです。
柑橘系のジューシーな香りというよりはキリッと透明感のある香りですね。一口いただきます。渋みは控えめで、まろやかな甘みとほのかな酸味を感じます。パイナップルがブレンドされているからでしょうか。アールグレイの中でもちょっとリッチな味わいになっています。飲み下した時にベルガモットの香りが鼻から抜けていくのがとっても上品ですね。使用している茶葉を調べてみてもスリランカ産ということしか分かりませんでしたが、この控えめな渋みと甘みが目立つ味わい、そしてオレンジ色の水色、セイロンティーの中でもミディアムグロンティーに分類されるキャンディーだと思われます。スリランカのブランドなだけあって、上質でとっても美味しいセイロンティーです。おすすめのペアリングは柑橘系フルーツを使ったケーキやカカオ成分の強いチョコレートです。柑橘系フルーツと合わせればベルガモットの香りと合わせて爽やかな風味がより引き立ちます。またカカオの強いチョコレート、特に酸味が強く感じられるエクアドル産のチョコレートなら甘みと酸味が特徴的な組み合わせでマッチしそうです。ということで、バシラーティミニチュアレジェンドアールグレイご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。バシラーティはスリランカのブランドというだけあって、鮮度抜群で美味しいセイロンティーを味わえるブランドでした。おすすめのポイントは渋みが少なく甘みや香りが引き立つ味わいで、初心者にも飲みやすい味わい、飲んだ後も大切にしたくなるような魅力的なデザインのパッケージ、見た目だけではなく機能性にも優れたデザイン、この3点です。特に味わいや香りについては、しっかり香るのに上品でかつ渋みが少なくて飲みやすいアールグレイだったので、紅茶好きだけではなく誰にでもおすすめできるものでした。また見た目だけではなく機能性にもこだわったパッケージやティーバッグの素材には、セイロンティーに対する熱い思いと愛が伝わってきました。今回ご紹介したのは小さい缶に入ったティーバッグタイプのものでしたが、たくさん飲みたい方はリーフティータイプで 100g たっぷり入った大きな缶もあるので、そちらもおすすめです。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてください。おしゃれでギフトとしても人気のバシラーティーですが、香りや味もハイクオリティで、飲む人のことを考えられて作られている素敵な商品です。まだ飲んだことがない方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違った紅茶を紹介していますので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品のレビューもしていますので、気になる方はぜひブログもチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。